見て炭火焼きこれうま、あ、炭火焼きこのつなぎものめちゃめちゃうまいです。この炭火焼きとおでんの、私はいつもおでんは絶対いっぱい頼むんですけど、おでんの白滝と大根、最高なご飯です。もうめちゃくちゃお腹空いたから食べたいと思います。ポニーテールして帰ってきたよ。いただきます。皆さんぜひ夜ご飯をある方はあの一緒に食べましょう。今用意してください。うまっ、もううまい。ちょっと食べてもいいですか。ねえ、これが大好きなの。本当は白いご飯、お米はでもするのがめんどくさくて。いただきます。私これが大好きすぎて、うまい。うん、うん、私がセブンイレブンで買い物トップ5に入る。うまっ、うまい。何食べたいのだって。もう一回言うね。うなぎもの炭火焼き、これの麻婆豆腐を買いましただって。うまっ。麻婆のすか、麻婆のす。うまい。私つなぎもがめちゃくちゃ好きで、んでコンビニの中だったらセブンが好き。これも全部セブンです。なので夜ご飯買おうかなと思ってよかった、セブンで。あと私セブンの牛丼も好き。うん、おいしい。もうなんかこれにあのビールがあったら最高と思ってしまうくらいのメニューですね。うまい、おいしい。セブンイレブンに行きます。だってうん、うまい。うん、つなぎもが苦手です。だってつなぎもはあれですね、好き嫌いが分かれるかも。私も実は苦手だったんですけど、福岡に来て、福岡に来てあの砂肝の焼き鳥を食べて、なんでこりゃと思って好きになりました。だから美味しい砂肝を食べたら多分好きになると思います。でもあんま微妙いとあれかも、なんか生臭かったりするとあんま美味しくないとこもあるけど、うん、結構美味しいとこは美味しいかも。
うまい。うますぎる。とあと私は絶対おでんは白滝と大根です。もうこの2つが好きすぎて絶対この2つを食べるんですけど、白滝食べ方がちょっと難しい。うん、熱い。まあ、まあ、うん、ふん、寒い。だけど夜はめっちゃ寒いんですよ。今日はニット着てるんですけど、夜は全然寒い。めっちゃ冷え込む。いっぱい食べてね。食べます。いっぱい食べてます。うん、私おいしいと本当にいっぱいおいしいって言っちゃう。だっておいしいんだもん。おいしい、おいしい。今日は生写真撮影でした。何着着た ?8 とか9とか、なんか8は着た気がする。めっちゃ着たいよね。だから私3時から撮影してるのにやっと終わったから、うん、めっちゃ長かった。終わらないと思ったもん。うまっ。めっちゃ多かった。すごくない？なんか1日でさ8着も着替えるとかってさ、ねえ絶対普通だったらないからあれなんですけど。うまい、うまい。ニョちゃんっていっぱい食べるんですか？だってめっちゃ言われる。あんまご飯食べてないでしょって言われるんですけど、食べてますよ。でもなんかね、そうなんか波はあるかもね。めっちゃ食べるときと食べないときもあるから、うわ気をつけなきゃって思うんですけど、うん。でもこうやってやっぱショールームとかすると、今日はショールームしながらご飯食べようと決めてたから、コンビニに寄って自分で何と食べようかなと思って買って帰ったんですけど、まあそれがこんな居酒屋みたいな。でもね、一回牛丼にするか迷ったの。でもなんかお米よりもなんかこういうなんかものが食べたくて、うん、513円でした。うん、うなぎもが好きな方もうまいよ。最後がねポニーテールだったから、ポニーテールのまま帰ってきました。
セブンの炭火焼きも美味しいし、あとセブンのカップのチャーハンもめっちゃ美味しい。黒なんとかチャーハンみたいなやつめっちゃ美味しい。最近は6期生ちゃんが続々とインスタを始めてますね。始めてますね。今日は何着だ、多分8くらい。めっちゃ着替えた、巻かなかったもん。しかも近くのコンビニのおでんはもうないです。だって終わりました。え、おでんってもう終わるの？もしかして。大変、私。そうなの？もう終わるの？おでんって。え、いつまでいつまで。私食べとかないと。いっぱい最近始まったくない？そうなんだ。始まりも早いけど、始まりも早いけど終わりも早い。だってそうよね。でも確かに春にはなかった感じしますね。うまっ。美味しそうに食べる言われる。美味しいんだもん。そうなの？でも私絶対ね、もう大根と白滝しか食べないんで、冒険しないんですけど。そう、なんか口紅めっちゃ減ってないね、これ。うん、油が入ってた。うん、私もう一パック食べれる。うん、うん、あー美味しかった。そうなんだ。いつも夜コンビニで店員さんから、いつもありがとうございます、今日もコーヒーですかって言われました。認知やん。コンビニが終わったらすけさんうどんに行くしか。確かに、すけさんうどん、すけさんうどんどこら辺にあったっけ。え、私15分もしないうちに食べちゃったの？なんか 大食いみたいな。恥ずかしいんだけど。まだ15分も経ってないの？めっちゃパクパク食べちゃった。なんかスイーツ買ってくれる。やばい、めっちゃ食べちゃう。今日は多分いっぱい食べちゃうけど。なんか生チョコ買ってくればとかよかった。
お腹空いてたらって。でも昼私ラーメン食べたんですよ。どうしちゃったんだ。でも明日のお仕事ちょっと早めなので、早めなのです。うん、早めなのです。だから今日はちょっと疲れちゃったから早く寝る。え突然2人も誕生日の人が来た。え、すごい。ヨンちゃん今日19歳になりましただって。今日誕生日になったよだって。ハルトくんとガオくん、お誕生日ダブルでおめでとうございます。せーの、ハッピーハッピーパン、おめでとう、お誕生日、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアガオとハルトくん2人、ハッピーバースと。しかも2人とも同じタイミングでおめでとうございます。2月21日クルタンと近いですね。おめでとう。ありがとうって。そう、私のルームはお誕生日は皆さんをそうコメントでお祝いするっていう、みんなでねあるんですけど、おめでとう。あった、美味しかった。ケーキは食べますか。私ケーキとか食べたいな久々に。言うてでもリノリーもあと4ヶ月後くらい。キャン、リノリーもそんな、私が22になるからね。ピース、ダブルピースの年ですね。えやばいね、早いね。メールのアイライナーを見て綺麗です。いい感じです。うん、今日いい感じ、いい感じなのだけどさ、ショールームで見たらさ、ラストティーン、ラストティーンとか私もう何年前、2年も前の話。キャー、楽しんでください。もう10代なんか20代が早いよって言われたのね。20代過ぎたらめちゃくちゃ早いって、20になってからの意味が最近でめちゃくちゃよくわかる。20歳になってから時の流れ、時間の流れが早すぎてめっちゃ早いのよ。だから本当に10代のうちはなんか何でもできる気がします。そうだから、いっぱいやってくださいね、いろんなことをおすすめします。よく私も言われてて、なんで多分一緒よって思ってたんだけど全然違う。のりさん、ともたん、ともたんなんてともちゃん、おじさん、
ニコラズ、アキヒロさん、ザキザキザキ、ドマさん、エウリカ、ケダマありがとう。M44G さん、サキちゃん、ガオ、おめでとう、誕生日。赤いグリフォン、トーチさん、シュミフライ、ソウさん、リトゥーさん、コウジ、ボーダー、まつりちゃん、結婚して、いいよカニみそさん、ウェーンさん、エムマツさん、ハシムッチ、エムマツさん、ニコラス、タラの魚さん、アイリュパパ、ソウさん、ボケさん、サセボのてっちゃん、ニットありがとう、私もニット着てる。岡も、アイタカさん、ありがとうございます。みんなアイテムいっぱいありがとうございます。なんか次は甘いものが食べたくなってみて、生チョコとか食べたい。生チョコ食べたい。生チョコ食べたいよ。お疲れ様です。前髪の調子が良くない。甘いもの食べたい、チョコ食べたい。私もうチョコ中毒かもしれない。あるよねそういうのね、なんかなんだっけ、カカオ中毒みたいなのあるらしいよ。私本当にそうかもしれない。リンツ、リンツ美味しいよね。甘いもの我慢中、えら。私我慢できない。8時までショールームしたいと思います。やばい、一回お風呂入らず寝ちゃいそう。寝てしまいそう。ここなんか毛がまっすぐしてる、ね、先週セブンのホワイトチョコやっと見つけたけど、とろける感、とろける食感がやみつきになりそうで、でした。え、でも私さ、なんか結構なんか生チョコはなんか、まあなんだろう、硬い部分もありつつ、その中は半熟みたいな感じが、半熟ってか柔らかい感じが好きだから、そう考えたらチョコの感じの方が私は食感的にすごい好きで、でも人によるんだろうなと思ってなんか食べたけど、もうホワイトチョコはリピートはしてないですけど、生チョコの方はもういっぱいリピートしました。4回くらい食べました。幸せ、美味しいんだもん。ひよちゃん生チョコのイメージがあります。大好き。でもセブンの生チョコ以外あんま食べないけどね。朝食べたくなるタイプ？わからんでもない。会社に同僚にたくさんのお土産。日本のお土産？日本のお土産ってなんだろう？東京バナナかな？犬ちゃん首が長いですなんてよく言われる。私首が長いんです。首長い、長いって言ってもあれ、そんなあれだけど、なんかでも本当はね、まあこういう服着てる特にあれなんだけど、ここがあるじゃないですか。ここのコリが
とこれ低いからなんですけど、ここのコリがなくなったら、そうもっと首が長くなるんですよ。ここだから、ここのコリがなくなるようにいっぱい毎日こう血流流してるんですけど、私ね巻き肩なんですよ、こうなっちゃうから。だからこうやってしないと、でこうすると力が入ってここが次は痛くなるんですね、っていうなんか厄介な肩をしてるんですけど、だからもっと綺麗になります。本当ここがねボコってしてるの、ここが。だこういう体勢も本当こうやってのよくさ、こうやってしちゃうんだけど、こうすると私が巻き肩だから良くないんだって、トレーナーさんによく怒られます、やめましょうって。だからはいって言います。眠い。はい、たくんかわいい、ありがとう。ありがとう、電気さんもありがとう。フォローじゃないや、いいね。やっさん、母、ありがとう。眠い。ちょっと寝てからお風呂入ろうかな。ダメかな。ダメだよね。ダメだよねって思ったけど、私もう眠たい、すごく。どうしよう。ダメと思う人は私に本気でダメって言ってみて、言ってみて一回。いつもみんな優しいからとか言うけど、一回本当にダメと思う人いるじゃん。ゆのちゃんやめなさいって、やめなさいって1ミリでも思った人はちょっと強めに言ってみて。ちなみに明日は8時半起き、8時半にはずっと起きなきゃいけないって感じのお仕事ですね。昼公演だから起きれるか心配です。だって絶対起きて、私に会うために起きてください。ダメです。だって私めっちゃダメって分かってるんだけど、めんどくさいお風呂に入るのか。ダメダメダメの中に一人だけ寝ちゃえーだって入るよ。私がその日付変わらない間に入らないことはないんですけど、そう今日は特にねないんだけど、ないんだけど、今もうこれショールーム終わりました、すぐにお風呂に入れますっていうのがめちゃくちゃめんどくさい。お風呂入りだって、入る、めんどいな。まずお風呂が炊けてないことがまずめんどくさいよね。お風呂を炊けないといけない。めんどくさい。
もう生シャの後ってそこうなっちゃう私もうぐうたら人間はあ、誰かに盗まれるかな。入った後のスッキリ感を思い出そうだって。スッキリ感はめっちゃ思い出せるんだけど、分かった、頑張る。だから8時にショールーム終わりにします。もうあと1分。もうなんかスマホケース私ボロボロだね。見て見て、もうボロボロ。実はここら辺もめっちゃボロボロ。買い替え時かな。なんかさ、でもスマホケースを新しくすること自体さえめんどくさくてさ、寒っ。なんかこんな顔になっちゃう。チョコ食べたら頑張れるのにな。生チョコが買って帰ればよかった、セブンイレブンで。もう最悪やん。せっかくセブンイレブンに行って生チョココーナーまで見たんだけど、と思ってやめちゃったよね。そう、リノって言ってもらったの。かわいい。これ高いだって。そう、このスマホケース高いんですよ。そう、ケースティファイってお店なんですけど、高いからもったいなくて変えられないよね。あったか配信、なんて素敵な配信なのでしょう。私のルームはね、メビウスさん、グチさん、ニコラス、タラの魚さん、ノブリン、あったか配信ありがとう。セブンに来た俺で買いましょうだって。ずるすぎる。私の分も買ってほしい。本当に買って帰ればよかった。でも今日はおでんを食べたのでとてもいいです。渋井ちゃんがさっきインスタの写真、りのちゃんが撮ってくれたのってショールームで言ってました。そうなんです、実は渋井ちゃんがあのオンラインおしゃべり会の2日目にあまりにも事務所にいすぎて疲れたので、ゆえるちゃんと3人であの海に逃亡しに行ったんですよ。その時の海がすごく綺麗で、写真を撮ってあげたら、しぶいちゃんがそれをアイコンにも、しかもインスタの一発目の写真って大事なんですよ、すごく、にもしてくれてて嬉しかった。私も変な声になっちゃった嬉しかった、なので皆さん、しぶいちゃんインスタ、私のファンのみんな全員フォローしてください。もうしてるとは思うんですけどね。してくださいね。ヤスさんありがとう。タカさんもマフラーありがとう。寒い。レンさん初見の人だ。こんばんは。こんばんは。やばい。今日ボイトレもあった。あ、そう、私今日はさ、立てたのよ。ボイトレもしてたからさ、もう喉がガスガス。
頑張りました。はい、では皆さん終わりにしたいと思います。みんな私お風呂に入ってくるよ。はい、では13位がハシムッチ、12位がアイリーパパ、11位がニコラス、10位がノリさん、9位がエリカ、8位がタラの魚さん、7位が赤いグリフォン、6位がトマさん、5位がヤスさん、4位がコージー、3位がガオ、誕生日おめでとう、2位がノブリン、1位がハセボのてっちゃんでした。てっちゃんも夜ご飯をいっぱい食べて、ご飯をもりもり食べてお風呂に入っていっぱい寝て明日も頑張ってください。今日もお疲れ様、てっちゃんでした。ありがとうございました。はい、みんなありがとうございました。私も今日はインスタを更新しようと思ってますので、1時間後くらいにはインスタ、昨日ねすごくいっぱいコメント来てて嬉しかったので、皆さんも私のインスタ待っててください。じゃあありがとうございました。またね、バイバーイ。今来ました、ごめんね。また明日、明日は夜配信にしたいと思います。バイバーイ。